グッモーニング、ポッドキャスターのリッキーです。この番組はポッドキャストのことを勉強できるポッドキャスト番組です。ポッドキャストに関係する最新のテク情報や機材レビュー、海外情報、ライフハック情報を毎朝アップルポッドキャストキーステーションにオンエアしております。さあ、今日お届けするトピックはこちら。 Zoom で BGM 流す2つの方法ということでですね、お届けさせていただきます。いや、 Zoom でですね BGM 流すとなんか意味あんの、ちょっとよくわかんないんだけどっていうところなんですけども、まあ Zoom でもですね BGM 流してちょっとリラックスタイムをしたりとか、あと例えばですね Zoom のウェビナーを使ってヨガをしている方とかですね、まあ、ヨガやってる時にちょっとリラックスするようなですね、川とか水のせせらぎの音をお送りする。でもちょっとその音をですね調整しながらやっていくのは難しい。じゃあどれをすればいいんだろうって悩んでるね、方もいらっしゃるかと思いますし、またこういったポッドキャストで、例えばスタイフとかレックとかで BGM、まあいわゆる選べるんだけれども、 BGM 細かくですね自分が好きなのを選べなかったりとか、音量とかもですね、まあ、あのアプリで決まっているので、なかなかこうオリジナルな感じにできないっていうところでですね、この BGM とかサウンドトラック効果音をですね効果的に流す方法を知りたいという方におすすめなコンテンツとなっております。まずですね、BGM 流す2つの方法として、1つ目は、Zoom の場合でしたら共有から音声ファイルを選んで再生ですね。共有から音声ファイルを選んで再生する。よく画面共有してくださいみたいな感じですね、画面共有をお願いするところがあると思うんですけども、その画面共有のところで音声ファイルを共有っていうのがあります。そこでですね、音声ファイルを共有をして、そして iTunes とか、なんかね、QuickTime とかで、まあ、流したい音楽、まあ、YouTube でもいいと思うんですけれども、それをですね、再生して、そしてちょっとボリュームを調整して配信するっていうことができますね。ここで気をつけるべきポイントは、自分のこのパソコンで聞いていたときに、まあ、ある程度流れてるなと思っても、Zoom で聞いてる方が、もしかしたら BGM が大きすぎるとか、小さすぎるとかっていう場合もあります。ですので必ずですね、 BGM の音量大丈夫ですか、大きすぎませんか、小さすぎませんかと確認することをお勧めいたします。2つ目の方法としてはですね、ループバック機能付きのミキサーから再生するということですね。ループバック機能付き、これはですねパソコンで再生した音をまたパソコンに一旦ですねミキサーに入れて、またループまたパソコンに取り入れて収録したりするっていうことですね。今この BGM がまあ淡々と流れておりますけれども、このですねこの BGM を一旦パソコンで再生したものをミキサーに取り入れて、それでまたパソコンに戻して収録をしております。一旦ですねこの戻していくっていうループバックを入れることで Zoom に流していくことができちゃうんですよね。ですのでですね、ここでですね、ループバック機能付きのミキサーを必ず、まあ、買いましょう。おすすめのミキサー何かありますかということなんですけども、やっぱりライブ配信向きなのは、ヤマハの AG06 とか AG03 ですね。AG06 の方が2つのマイクを入れることができます。AG03 は1つのマイクを入れることができます。このマイクですね。本当に、このマイクですね。このミキサーですね、本当に使いやすくて、今はですね、ちょっとね、値段も少しずつ高くなってるんですよ。でもね、ループバック付きでライブ配信の神機材的なことですね、言われていてですね、エコーを入れられたりとか、あと専用のソフトでですね、まあ、イコライザーをいじったりとか、コンプレッサーかけたりすることができて、ライブ配信、また、なんだろうな、こう、音声配信する方の中で非常に人気なオーディオインターフェースにミキサーになっています。ちょっとトロピカルな音声 BGM 入れてしまいましたけども、はい、ですね、そしてですねもう一つ、まあおすすめできるのでしたらですね、ロードのプロキャスター、ロードキャスタープロとかもいいですし、あとは昨日のオンエアでご紹介したタスカムミックスキャスト4なんかもですね、ループバック機能付きが入っています。あと、今日使っているモツの M4 のインターフェース、オーディオインターフェースもですね、ループバック機能付きが入っております。ただちょっとこのね、ループバック機能は少し使いづらい側面があるかもしれなくてですね、今は、こちらの収録環境に関してはですね、オーディオハイジャックを使って、
音の調整をしながらさせていただいておりますが、まあ、ループバックが普通に使えました。この前もズームでですね、拍手のエールを送ったら普通に届きましたね。こんな感じですね。はい、ありがとうございますみたいな感じで、中にはオーディオインターフェースにですね、ループバックがついていないバージョンもありますので、お店に行ってですね、買うときにですね、ループバック機能ついてますかと必ず確認していただけたいらなと思います。今日はズームで BGM 流す2つの方法ということで2つご紹介させていただきました。1つ目がズームから、共有から音声ファイルを選んで再生する。2つ目がループバック機能付きミキサーから再生するということですね。はい、まあ、このねズームとから BGM 再生したりとか効果音再生したり、結構ね楽しい打ち合わせになりますから、ぜひですね、あと楽しいポッドキャストにもなりますので、ぜひこういったオリジナルなコンテンツを作ってみて楽しい配信をしてみてはいかがでしょうか。今日の合わせて聞きたいは、紙機材持つ M4 を買いました、比較用の音ありということで、先ほどご紹介した持つの M4 のですね、機材のレビューの音声を紹介しております。概要欄の方にリンクを貼っておきますので、もしよろければ聞いてみてください。ちょっと感じた。はい、今日のラジオはいかがでしたでしょうか。リッキーのツイートの毎日ポッドキャスト情報やライフハック、ガジェットに関する情報を発信しております。番組の感想は専用メールもしくは専用フォームから、新着を見逃さずにするには無料サービス登録が便利です。あなたの朝時間にポッドキャスト情報が必ず一つ届きますよ。 Thank you very much for joining Ricky's Podcast 大学。 This podcast has been brought to you by DJ Ricky がお送りいたしました。 Have a wonderful and fruitful day。 素敵な一日を。バイバイ。ちょっと溜めたね。バイバイ。バイバイ。This podcast has been brought to you by DJ Ricky.